身体の柔軟性対決。コーチェラ舞台裏で明かされた驚きの真実ジャクソン・ワンと平野翔の衝撃的なエピソード。コーチェラ88ライジングの舞台は、まるで魔法のような場所に変わりました。コーチェラ88ライジングの最終日、その舞台裏では、驚きの瞬間が続いた。アーティストたちが観客に感謝の気持ちを込めてお辞儀をする中、 一場面が特に目を引いた。ジャクソンワンと平野省の交流だ。アーティストたちが観客に感謝を込めてお辞儀をする中、意外な光景が広がりました。ジャクソンワンが平野省に手を地面につけるように促す場面が目撃され、それに応じて平野省がその提案に従ったのです。この可愛らしい交流によって、舞台上では、 音楽によって織りなされた友情がさらに深まりました。その愛らしい振る舞いに合わせて、岸優ユタと神宮寺ユ太タも笑みを浮かべました。しかし、この光景が SNS 上で話題になった時、ファンたちは驚きと歓喜に包まれました。ジャクソンの優しさとショーの愛らしさが、舞台上で新たなストーリーを生み出しました。二人の異なる個性が見事に調和し、 観客を魅了しました。ジャクソンの柔軟な身体とショーの可愛らしい硬さが、まるで前屈選手権のような一体感を生み出しました。この一風変わった挑戦は、観客の笑い声を誘い、舞台の雰囲気をさらに盛り上げました。ジャクソンとショーの交流は、舞台上でのパフォーマンスに新たな次元を加えました。彼らの愛らしいやりとりは、 まるで友情と協力の象徴のようでした。その後も、ジャクソンとショーの挑戦は続き、まるで世界中に広がる前屈選手権のようになりました。この舞台での出来事は、音楽だけでなく、アーティスト同士の絆や友情を深める素晴らしい機会となりました。ジャクソンとショーの交流が、単なるパフォーマンス以上の特別な瞬間となったことは、間違いありません。 彼らの心温まるやりとりは観客に新たな感動と喜びを与えました。舞台裏でのジャクソンとショーの楽しいやりとりはファンにとっても貴重な体験となりました。彼らのユーモアと親しみやすさがコーチェラ88ライジングの雰囲気を一層鮮やかに彩りました。彼らの愛らしい交流が音楽の舞台を超えて新たなストーリーを生み出し、 観客に思い出に残る体験を提供しました。最後に、ジャクソンとショーの前屈選手権は、笑いと驚きに満ちた素晴らしいエンターテインメントでした。彼らの交流は、舞台上でのパフォーマンスだけでなく、観客の心にも深い感動を残しました。このような特別な瞬間が音楽の世界に生まれることは、ファンにとって喜ばしい出来事です。 このような舞台での出来事は音楽ファンにとって夢のような体験となりました。ジャクソンとショーの愛らしいやりとりは観客に新たな喜びと感動をもたらしました。彼らの前屈選手権は舞台の雰囲気を一層盛り上げ、観客に楽しい思い出を提供しました。しかし、この瞬間には一つの興味深い側面がある。それは、 シャンタイの柔軟性に関するジャクソンと平野の対比だ。ジャクソンの柔軟性は明らかであり、一方の平野は身体が硬いと自虐的に語る姿が印象的だった。これは彼らのパフォーマンスの裏側で知られざる一面が垣間見える瞬間でもあった。さらに、このエピソードから考えられることは、アーティストたちが舞台上で見せるパフォーマンスだけでなく、 その裏側にある人間らしい一面も重要であるということだ。ファンたちは彼らの音楽やダンスに魅了されるだけでなく、彼らの普段の姿やコミュニケーションも大切にしているのだろう。このようなエピソードは、アーティストとファンの絆を深めるだけでなく、コミュニティ全体にポジティブな影響を与える。身近な関係性や愛情表現が大きなイベントの舞台裏でも見られることは、 人々に喜びや共感を与える。そして、その共感が音楽や芸術が持つ力をさらに高めるのだ。このエピソードから私たちが学ぶべきことは何だろうかそれは人間らしさというものがどんな場面でも重要であり、また、そのような普遍的な価値観が人々をつなげる力を持っているということだろう。舞台裏の1コマから見える、 アーティストたちの真実な姿が私たちに多くのことを教えてくれる。最後にこのような素晴らしい体験を可能にしてくれた全てのアーティストに感謝の意を表します。彼らのパフォーマンスは観客に心からの喜びと感動を与えました。コーチェラ88ライジングの舞台は音楽だけでなくアーティスト同士の絆や友情を深める場として 多くの人々にとって忘れられない体験となりました。今回の出来事から私たちは人間の温かさや愛情の大切さを改めて感じさせられる。その普遍的なメッセージがどんな文化や国境を越えて私たちの心に響くことを願ってやまない。